おはようございます、今日は10月17日ですね、気温が 21.6、湿度が 85%、室温が 24.2、湿度 47% ですね、蒸らし時間3分で抽出は外からやります。まあちょっと雨上がりって感じですかね。はい、今日の格言、コーヒーはワクワクするものでなければならない。はい、まあ基本コーヒーは楽しむもんですからね。はい、楽しんだもん勝ちっていうような感じはしますね。はい、そして、今日のコーヒーはですね、天使の休息、コロンビアベースのブレンドとなっております。で、今日の、トメル君、どこがポイントかというと、ここの部分が、リングがですね、ここに止まっているという、これが非常に危険ですかね。はい、失礼しました。ここの部分ですね、ちょっと、開いてきておったので、この部分の、止めの部分を締めてきました。ここ、丸いリングと楕円の、リング2つを使って、この止める君は、用意されてます。この、20杯用の金枠に、取り付いてますね。じゃあ、これにペーパーを差し込んでいきます。で、代表が言うにはこれを、差し込んだ後、最初に、こちらにですね、ここで差し込んで、でこっちに持ってきてですね、でここに入れてほしいというリクエストだったんで、ちょっとリクエストに答えてみました。まあ慣れてないのでまだちょっとあれですね、上手じゃないですけど、まあとりあえず、先に紙に、セットしてした後、この針金というか縦の部分に、固定してみました。でこれを置いといて、はい、次は金碗ですね。はい、こんな感じです。
あこのなんつうんですかね、このトメル君を使うということはいかにあのトメル君をスムーズに、ペーパーにセットし、金枠の縦のところに、当てるかが、金枠の縦の部分に、乗せるというか、まあ縦の部分の針金に引っ掛けるというかが重要になるんですけど、そこがいかにスムーズにできるかっていうのを、まあ、今試行錯誤しとるわけですよ。でちょうどこの前も実際にあの落語の会の時にポットサービスやる時に、実際にチャックの部分が弾けたっていう経験したわけですけども、全て弾けるわけじゃないんですよね。まあギリギリで保ってくれてる時もあるわけで、絶対に弾けるとは限らないんですけど、このトメル君があれば、まあその弾けるっていうことをからすると非常に安心して、コーヒーが立てれる。で、当たり前ですけどコーヒーが安心して立てれるってこと結構、大事ですよね。例えば、20杯出しとかなんかの時って紙がギリギリのとこまで紙のギリギリのとこまで、コーヒーの粉が来てるんですけど、その状態で、コーヒーを立てるっていうのは、まあそこそこ技術がないと難しいわけですよ。でそこそこの技術持ってりゃ、まあ、別段いいのかもしれんけど、だけどちょっと、よそごとやってたりとかちょっとなんかやってたらもうミスることがあるわけですよね。でミスったら最後なんですよ。でこの修正が効かないんですね。一回こう例えば流れ出したものを戻すとか、あと破れ始めたものを戻すとかいうことはもう修正効かないわけですね。だからギリギリのとこで、チャックの部分が保たれている状態を、恐る恐るコーヒー立てるっていうのはこれはまあストレスですから、そこの部分はできれば排除したいと。で例えば10杯用のペーパーで20杯入れるって言ったら、できんことはないんですね。20杯、やろうと思えばやれる。だけどそれってある意味ストレスですよね。もうこぼれそう溢れそうっていう状態を、これやるの忘れました、こぼれそう溢れそうという状態を、ドキドキしながらコーヒー立てる、こんなストレスを、コーヒーごときで、やっちゃいかんわけですよ。じゃあどうすればいいかっていうと、全然余裕だよという状態でやるべきですよね。で全然余裕だよという状態、それはどういう状態となるかということですね。そうすると、例えば金碗を使ってもうどんだけ水位が上がっても、コーヒーの粉は溢れることもないし安全、ましてやお湯をどんだけ叩きつけようが何しようが、ペーパーが破れることもない、そういう状態でコーヒーを立てるっていう方が、気分的には楽ですよね。そういう意味合いで言うと、昔の、松屋の、ミシンで縫ったペーパーっていうのはすごい最強だったような気がします。だからそういう意味合いで言うとちょっとそれがなくなったのは残念は残念ですけど、まあこれはコストの問題もあるのでまあ仕方ないですよね。だからその代わりとしてまあトメル君であったり、金碗のようなものをちょっと、作ってみたみたいな感じなんですね。で実際にトメル君の方もちょっと結構紙を押さえるのにきつく押さえている部分があるので、だからそれを緩く押さえるように細工したりとかいうのもちょっと、やっておるんですけど、
そういうことをちょっとやるだけで、使い勝手は良くなるので、うん、そこの一工夫も必要かなという気はしておりますね。で、実際、今日の格言ですね、コーヒーはワクワクするものでなければならない。はい、これは全てのことに言えるんですね。焙煎であったり、抽出であったり、まあハンドピックであったり、何でもそうなんですけど、ワクワクするようなものは必要なわけですよ。でだけどその中で単なる作業の部分ってやっぱりあんまりワクワクしないですよね。だけどその単なる作業の部分にプラスアルファが加わると結構ワクワクしちゃうんですね。今ハンドピックで欠点率の測定っていうのを今、やってるわけですけど、それで小泉さんが指摘した通り、実は言うと僕はAmazon のファイヤーなんとかっていうやつをまあ、買ったわけですけども、実を言うと必要がなかったというのが判明したわけですね。つまり、iPhone で Excel は普通に動くということが判明しまして、別段そんなもんを買う必要は全くなかったということが分かったわけですね。だからまあそういう意味合いで言うと、無駄金であったというふうな感じもせんではないですけど、ただどうでしょうね。それがなければちょうど今その欠点率というのをその iPhone を使ってやるっていうとこまで持ってこれなかったんですよ。だからそういう意味合いで言うと、それが持ってこれるようになったんだったら、これはこれで、価値があるなと。つまり2万か3万ぐらいだったかいくらだったか忘れましたけど、そのお金はですね、その iPhone で Excel を使うというために、使われたお金ということで、結構価値があったかなと。それでおまけで、あれですからね、映画が見れるみたいなあれですから、まあプラスアルファがついてくるわけだから、まあ良かったかなとは思ってます。でちょうど昨日代表がそれ用の Excel のまあプログラムを作ってくれたんですけど、あれなんですね。僕も一生懸命関数のやつをちょっと見てて、これちょっと僕やれんかもみたいな感じだったんですけど、代表結構あれですもんね、それやってきましたからね、さすがですっていう感じでしたね。だから実際に、今そのエクセル iPhone を使って欠点率の測定をちょっと、昨日からちょっと実験をやってるんですけど、これ結構やってみるともうゲーム感覚で、ハンドピックがゲーム感覚になって結構面白いなと思いながらやってるんですね。これが、やっていくと多分、欠点率と、ハンドピックの時間っていうのはまあ比例すると思うんですよ。つまり欠点率が高いとハンドピックの時間は長くなる。まあ当たり前なんですけど、ハンドピックというのは、何個豆を取るかっていう、まあ一粒一粒豆を取るという、動作なんですね。だから豆を取る動作が少なければ少ないほどハンドピックの時間は短くなるわけですよ。まあ確かに、一つ取るのにこうじっくり考えて取ってるとしたら、まあそうとはならんのですけど、ハンドピックってまあ基本的にはパッと見て、取らにいかんやつを適当にポンポンポンと取っていくっていう感じなんですね。そうすると、
1個取るのにかかる時間がコンマ何秒としたら、じゃあ、100個取るのに何秒かかりますかみたいな、計算なんですよ。ほとんどその計算で、まあハンドピックは大体、成り立つんですけど、こうすると、欠点率が高ければ高いほどたくさん取らなければならないので、当然、ハンドピックの時間も伸びると。でハンドピックの時間が伸びて、つまり人件費がそんだけ、加算で、で、目減りも、欠点分引かれるわけだから、原価が跳ね上がり、だからそう考えると コーヒー豆の、価格っちゅうのが結構ハンドピックで、価格っちゅうのがすごく影響されやすくなるんじゃないかと。いうのは見てるんですね。だからそこら辺が、今まではなんとなくだったのを、ちょっと数字を出して、検証しようという気になっておるわけですよ。そうすることによって、原価がしっかり、把握できて、原価がしっかり把握できると、このぐらいの金額までにしなければならないとか、逆にこのぐらいの金額でなんとかやれるとか、まあそういうのが見えてくるんじゃないかと、なんとなくそういうふうに思ってるわけですね。はい、天使の休息。はい、コーヒーの方は何も問題ないですね。さて問題は、トメル君を取り外す時ですね。その前に、玉木宣伝いきましょう。はい、玉木の宣伝、フルセット、3200円の解読になっております。コーヒーを勉強したい方に最適となっておりますので、よければ、玉木フルセット、あと焙煎を勉強したい方には、玉木に挑戦焙煎の腕試ししてみませんかということで、同じロットの、入り豆と、生豆のセットとなっております。つまり、玉木で焙煎した豆と、実際に、生を、自分で焙煎して、どっちが美味しいかっていうのを、挑戦してみるっていうのは、いい勉強になるんじゃないかと思っております。はい、そして、星空のディスコダンスもう受けを狙って、作ってみました。それでは、まず、この場合基本的にあれですね、最初に、金碗を外します。金碗を外すっていうところからやらないと、実を言うとトメル君というのは外しにくいんですね。すると金碗とトメル君非常に干渉しちゃってですね、外しにくくなるので、それを防ぐためにまず金碗を外します。金碗が外れるとですね、これがある程度自由になるんですね。だから外しやすいわけですよ。で、この状態で引っ張ります。
今の感じは内側に入り込みすぎてて、こっちへ外へ開いててくれると、外しやすいんですけど、内側に入り込んだまんまになってると、これを引っこ抜くときに引っこ抜きにくかったですね。ちょっとまだ工夫が必要ですね。はい。実際に止める君を引っこ抜くときにどう引っこ抜きやすいかというと、結局は完全に、折り曲げた状態で密着している状態っていうのは一番引っこ抜きにくいんですね。あの止める君ってどちらかというと折り曲げたのが、開いて来てくれてると、まあ、引き出しやすいんですけど、逆に言うと、こう、折り曲げた状態になってる方が確実に、あれなんですね。弾けるのは防いでくれてるんですよ。だから、そこら辺が、どっちつかずで、難しいとこではありますが、そこら辺も、おいおい、いろいろと実験していこうと思っております。はい、ということで、今日はここまでということで。